こんにちは、盆栽ノートです。今回は、クヌギの根の剪定と、鉢上げです。こちらは、どんぐり未生の1年生です。コナラと違って、随分と伸びたので、すでに針金を、かけてあります。昨年の春に、直根切り、してありますので、根を確認しつつ、根の一部を幹に見立てて、ミニ盆栽に仕立て直そうと思います。始める前に、根を乾かさないよう、ネネデイルを用意しておきます。では、鉢から取り外します。どんぐりの殻を取り除いて、苔から取っていきます。鉢の縁からほぐしていきます。取れましたね。根をほぐしていきます。次に根を確認します。太い根が長く伸びていますね。まず、この辺で太根を切ります。長い根も切り揃えます。あとは、幹に見立てる部分から出ている根を取り除いていきます。こんな感じです。それでは植え付けていきます。同じ鉢に新しいゴロ土を入れ直します。ゴロ土は赤玉土10粒です。木を入れていきます。隙間にもう少しゴロ土を入れておきます。では用土の赤玉土小粒を入れます。
セットで隙間に敷き詰めます。最後に軽く叩いて、両胴を鳴らします。もう一つの苗に行きます。根が後ろからも出ていました。では、根を確認してみます。直根切りした部分から太い根が2本伸びていますね。これは切ってしまいましょう。長い根も切り揃えます。あとは、幹になる部分の上の方の根も処理しておきます。こんな感じです。では、植え付けていきます。こちらは、新しい鉢に植え替えます。以上で完成です。枝がないので、似たような形ですが、芽吹いてきたら、芽摘みをしながら、枝を作っていこうと思います。2年目も頑張って、成長してもらいたいです。次回は、芽吹きの様子をお送りします。よろしければ、チャンネル登録を、お願いします。ご清聴ありがとうございました。